さんの印象最初ケンチマンからでスミスだと思いました。2022年は尖っていきます。リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。EXILEです。メンバー紹介として橘ケンチです。世界です。岩田貴則です。EXILEのスミスです。EXILE哲也です。はい、ということで EXILEがですね20周年を迎えまして、今日はですねちょっとこの5人で世代もなんといろいろ異なる一風変わった5人がこの5人でちょっとそれぞれ他己紹介をしてトークをしていくのはどうですか。これなるほど。じゃあ僕からいきましょう。いきましょう。はい、僕からじゃあ世界にいきますね。はい、世界はですね、やった時は僕のことをケンチ君っていうの、ケンチさんにだいぶ大人になりました。出会った時はこんなもんです。そうです。冗談じゃないです。本当にこんなもんでした。で、本当にお互い一緒なんで、てっちゃんも含めダンスで過ごしてる仲間のうちに人だけちっちゃいのいるみたいなのが世界でした。で、それからずっとね、大人たちに揉まれながらそうですね、続けて見事 EXILE になって、今メンバーになって、最初ちょっとなんか違和感あったけど、いやーなんか普通になりました。世界はちょっとダンスはピカイチですし、あとは最近あれだね、漫画、アニメ、地形がこうめちゃめちゃ強いので、僕もなんか面白い漫画ないと思う。世界のそうですね、質問はさせてもらいます。はい、じゃあ続いて僕が、ネスミスさんの紹介をさせていただきます。ありがとうございます。ネスミスさんは初めてお会いしたのが多分 EXILE に入る前に8年前ぐらいご対面したのが初めてで、もう本当にテレビで見てた通りのイメージでした。印象はネスミスだ。はい、ネスミスだ。いや、本当ネスミスだと思いました。いや、皆さん同じ感動を覚えました。すごい印象的だったのが、その舞台でネスミスさんがカメラを立ててて、写真を常にリハ中とかでも撮ってて、でその舞台が全部回って、僕が写ってる写真だけとかをまとめた、そのキャスト全員とかも含めたのをくれたんですよ。びっくりするでしょ。で、僕はそれが初めてだったんで、EXILE になってから皆さんがネスミスが写真くれないんだよっていうのを言ってるから、僕もらいましたけど、そこから7年、8年経って、まだ確かにネスミスの写真は1枚もEXILEメンバーの写真くれない。そういうことなんですよ。ダンサーさん、ダンサーさん、そうです、おじいちゃん、おじいちゃん、そうです、命のリズムです。なんかもう8年も前もか、あの時全員舞台に上がってます。そうです、全員神様、神様やりました。あの舞台が一番面白かったのが、レッサンのおじいちゃん役で、水門でずっとこうやってやってた、そのレッサンがなんか手が疲れたのか、手に針打ってたの。そうだよ。ダンサーたちはもう切磋琢磨して腰とか膝とか言ってるにかかわらず、もう熱。その舞台知らない方は何の変じゃねえんですけど。ぜひ見てほしい。じゃあ僕ですね。僕はじゃあ哲也さん。俺。哲也さん最初どうなんだろう。それこそケンさんも同じタイミングだったと思うんですけど、初めて会うんですよね。推進っていう曲でソロデビューした時に、武者修行っていうバス1台で全国回るっていうのに新ステージを作ってもらってて、ジャミロクワイをカバーしてサビ丸々ボックスを組むという。すみません、間違えました。僕初めましてそこです。あ、それ？武者修行です。で、哲也さん、その当時の印象でいうと結構尖ってたイメージがあって。本当ですか？そう、結構ツンツンしてて、そのダンス的にもそのなんかエナジーっていうか、なんか外に放出するようなダンスをこうそう踊ってたようなイメージがあって、そうですよね。いや、してなかった。こここからやっぱりその、2代目JSOULブラザーズがあって、EXILEに加入してっていうところからこうどんどんそのダンスに対しての追求というか探求心というかどんどん膨らんできて、昔のイメージがまたちょっと180度変わったちょっと真面目な感じになられた。変わったんだ。チェンジしたんです。よく言えばそうなんですけど、普通に言うと好きなことしかやりたくないだけ。まあそういうことで2022年は尖っていきます。ラグパウンドしていこう。ラグパウンドつながり。ガンちゃん。そうですね。ガンちゃんを紹介するのはちょっとおこがましいなとは思うんですけども、でも初めて会ったのはあの有名な白タンクトっていうのが、そうだね。でもその前から噂は聞いてるんで。ブランクを踊る慶応ボーイがいるっていう、そこから3代目にこう入って、すごいもがいてる感じが、最初はしたんですよ、なんかラップしてみたりとか、やってました、なんかあれが今、ソロ活動として、なんかこう、つながってるのが、ただこう、人気がある、キャーキャー言われてるとかじゃなくて、ちゃんと努力してるっていうのが、やっぱ近くにいると見れるので。なるべくしてなってる僕らの代表的な顔だなっていうのがすごい間違いないですね。感謝してます。恐縮です。ありがとうございます。そうですね、白タンク会懐かしい。僕ケンチさんとお会いしたのは多分その会が最初だったから。そうだね。その時印象的なのがやっぱケンチさん、その時バラエティーとかでケンチマンってやられてた。多分その中華料理店でも一度はメガネかかってた。いや、あったよ。常に回ってたよ。あったあった。ケンチさんの印象、最初ケンチマンから。そのまんま僕は LDH に所属させてもらって、最初のツアーが2代目 VS3 代目。その時はケンチさんもそうなんですけど、3回。全員僕にとってはもうビビる存在ですね。やっぱりキャリアが全く違う大先輩と一緒にツアーをアリーナツアーで、しかも2代目と3代目で一応そのなんていうかな、2枚看板みたいな感じでやらせてもらう割には3代目があまりにも稚拙というかまだパワーがなんかこう中身が伴ってなさすぎてですね、すごく緊張して接してた覚えがすごくあって、もうそこから3代目の活動出て、EXILEに加入して、客観的に、ね、見させていただいてても、今、日本酒のプロデュースだったりとか、あとはその今、こうやってインタビューさせていただいても、もう言葉選びというか、言葉遣いが本当にしっとなですし、EXILE のダンディズムを皆さんから継承して、俺も変わったらしいよ。変わったらしい。ガンちゃんだからね。沖縄の EXPG でレッスンして、店の泡盛をこう、棚に並んでる泡盛を一周しようっていう無謀な企画やったことあるんですけど、すげえ、壁3面、そう、違う味も、いい思い出が。そうですね、笑えないね。2022年1月1日、今年のフェニックスリリースになります。この20周年の EXILE、 そしてそこからつながってきた今の僕たちが音楽を詰め込んだアルバムになっております。ぜひ聴いてください。以上、EXILE でした。